といてくれるな。リュシャンの泉と似たようなもんさ。つまりは信じる気概があれば全てが風呂になる。また髪なのか何でもいい。浸かりたい風呂が風呂であるから、俺は俺であれる。瞳閉じればそこは風呂の中。何も持たず伏せず体を風呂に浮遊させれば、どうだどうだ、ほらな、それが全4000年も前から風呂はこの世に存在したんだ。つまり人類の進化ってやつは風呂と共にあった。Oh、歴史さえ包み込む包容力、全ての道はそう風呂へ通じてんだ。どっからもう愛してるんだ。